はいこんにちは大竹誠です。今日は4月の14日金曜日今日のパートナーは村井ゆずきです。はい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子です。はいそして金曜日ははいマウケオさんもですよろしくお願いします。よろしくお願いします。交差の影響は受けなかった。 僕ね、ものすごい鈍感で、あの花粉症も一切なくですね。小さ小さって言うんだけど、別に鼻もピクリともせず、目もザラリともせず。そういうのなんていうか知ってる？鈍感？うん、原始人っていうんだ。私も花粉症ないから原始人って仲間から呼ばれてる。ああ、そうか。でもね、あなんか花粉症はね。 ちゃんと対策するとか国は言ってたけど、うん、突然なる人もいるし、うん、それから今年結構デビューしたっていう人が僕のにいや俺はデビューしたよ今年デ、うん。デビューしたデビューしたよ <laughs> 原始人からついにうんうん、そう。んそあれちょっと前に、うん、薬飲んでなかったっけいや飲んでますよだから、うん、飲んでるからだからまあもう原始人の枠からは出て、ね、<laughs> なんて言うんだろうね <laughs>、うん、現代人、うん、あのなんだっけ 平安時代ぐらいまで、たどり着いたんじゃないかなと思ってるけどね。<laughs> 今,年今年、今年ですか。今年です。ああでもね、ね<え>最初、あのー、いい薬があるって言って、<え>なん、なんとかって飲んで。三日か四日、飲んでたら、うん、なんか治ってきたのね。あ、うん、<が>原始人だ。<laughs> 何が治ってきて。そんな <laughs> はいい失礼しますお前 <laughs> 一体一体誰に挨拶してるんだと言われます今 <laughs>、えー、ガラスの向こうにしかさいりさんがい,いらっしゃいましたさっき握手してもらっちゃうね梅村ゆりさんが、はい、うち、ん、のカラオケで絶対歌うもんって。 ええ、さっき、あのーく、首根っこをね、石川最初に突かれましたね。てうん。それで、大竹、あの、お前の番組には呼ばれてないぞって、ちょっと脅されたんですけどもね。<laughs> 嘘ですよ、嘘で。<laughs> 嘘ですけどもね。ええー、ぜひこちらの番組にも来ていただきたいと思っております、ね。はい、はい,はい。いや、だって今日、さっきのニュース、すごい道路に、まあ、中国だけど、道路に砂がさ、うもう。 高さがね。十十センチ満たないぐらい積もってたよだって。まだ交通交通も乱れちゃうし、<laughs> うん、ね危ない。いろいろ大変ですよ、ね、なんで大丈夫なんだよ。ね、うん。うん、なんで大丈夫なんだよ。え、ムだって大丈夫でしょ。原始人でしょ。原始、うん。じゃあ俺初めて。はじめ人間ごごご。あ昨日話したけど、あれだってあのな花粉の粒子の方が。 どっち黄よりも大きくて大きくてそれに交差が当たると花粉の粒子が爆発するらしいよ。でさらに花粉の粒子が細かくなってしまっての喉の奥の方まで入っちゃったりしてでも両方セットになるから大変な症状が出たりするんでしょう作用しあってですねまあね なんかちょっと聞いたところによるとちょっとした黄砂には利点もあるらしいかったりねえどんな,利点、うん、えなんかプランクトン運んできたりするとかってなんかちょっと小耳に挟んだけどね,あうんね海にね、うんまあ、よくわからないんだけどほ、うん、ら向こうからあんなにだって見てたらすごいよものすごいなんかこう、うん、何かが爆発した煙が立ち上がってるみたいな映画テレビだったから。うんね まあ霞んでるのは僕もなんとなく霞んでるなとは思うんですけど、うん、でも、うん、鼻も目もびっくりともしない、うん、俺も霞んでるんだけど年寄りの霞み目かああのどっちか分かんないて、いなんか霞んでるなとは思うけどこれ年寄りのねあれかどっちかちょっと悔しいよねすっごい若作りしたって老眼なんだからね。うん、いやだから君の悪なき追求はね認めるけどまああれだよね 僕と青木さんの意見は、まあ、年を取ったら年相応のね対処の仕方でいいんじゃないのみたいな話をしてたんだよ。卑怯な手段でも何でも卑怯な手段はいくら使っても老眼には抵抗できないんだからすごい老眼っていうのはびっくりするって、うん、こんなに若作りしてんのにさ <laughs> 老眼だけはどうにもならならいんだようんもうあれ,あれだよね老眼もなんかあの眼鏡もね なんかうまく合わないんだよね、俺。うん、もう,そうあ、あれもなんか度数があるんだよな。うん、ある。うん、それで。どうにかしてほしい、うん、あ私可愛い,いコンタクトをしたいんだけど。うん、ちょっと黒目が大きくなる。老眼、うん、が入ったやつないの、それうい、ん、う。<laughs> なんかさそしたら老眼しておしゃれしちゃダメみたいじゃん、ね、<ー>黒目でかくするなよそんなにちいち今日はしてないよ今日はしてないよいじゃねえよ <laughs> <laughs> すげえよねあでもなんかあれじゃないなんか早寝してるとか噂出てたよいやこ、うん、こはなんか私、うん、今さ 午後3時くららいになったら晩酌時晩酌でもなんじゃない <laughs> 午後酌でしょそれで時それね昼間から酒飲んでるって言うんだよそ, <laughs> そだよ7時くらい寝るから、うん、毎日4時とか5時に起きて、うん、で今朝ちょっと用事があって、うん、いつももう本当孤独なのね、うん、だってそんな時間誰も起きてないからさで用事があって忘れちゃうから。 今日金子コマサロインでルーマさんに電話したのよ、うん、何時に六時前に迷惑だからやめる <laughs> 違うよ私友達おったと思って、うん、出たのルーマさんがいや留守電に入れとこうと思っただけなんだけどな、うんだよって <laughs>、ね、<laughs> いやルーマさんもおじいちゃんだからおじいちゃんだから朝早いんだんだこんな近くに友達いたんだと思って 朝6時に電話したら即出たの。即だよ一発くらいで。<laughs> 一発くらいなんだよ。なんだよ。<laughs> だよ <laughs> 母親とかねそういう時間にねたまに電話してきたりとかするよね。うん、もう私目が覚めちゃってちょっと思い出しちゃって、うん、用事忘れないうちに言わなくちゃとかって言って、うん、もううるせえなとか思うんだけど。<laughs> そうだから留守電にレッドコートもから出たりするとすごいびっくりする。それでそれで。 ななんんんでみんなに電話ししよようとしたんだよ朝早くあ朝早くは、うん、私最近凝ってるパン屋さんがあるの、うんのその向こうでね新潟長岡で、うん、そこが7時回転なのよ、うん、だからそのパン屋さんまで歩いてって、うん、ですっごいなんていうのかなすごいプライドのある職人さんだから生地、うん、が悪かったりすると。うんうんうん 1>, 1個200いくらかのクロワッサンとかデ,、うん、デニッシュとか全部10円とかで売ったりするの、うん、で味は全然美味しいわけどうして間違ったんかって分かんないくらいなの。だからみんなにお得情報ですよって私が怒、うん、るんだ。<laughs> <laughs> 誰からも返事ないし、うん、新潟での話ね今聞いて思ったけど、まあ、確かにお得情報を教えるのはいいけどうん、うん、金子雅良さん東京にいるんだからさ、うん、そんな情報を与えられても何の目でないのやないや金子先生には別件で仕事の話で聞きたかったことがあったから<ー>留守電に忘れちゃうから入れとこうと思ったら1回<ー>のコールで出て「うん、ほわってびっくりしちゃったの。<laughs> でいやでもさっきのパン屋さんすごいねすごいでしょ何それ要するにだから、うん、自分の思い通りのものができなかったらまあ捨てちゃうのもあれだから10円で売ってくれるっていう、うんでうん。でもねそのパン屋さんのことを考えると孤独じゃないのよ あこのパン屋さんも3時ぐらいから活躍して、うん、<laughs> 夕方の3時くらいに晩ご飯食べて、うん、朝、うん、早く寝て、うん、超早く起きて活躍してんだと思って、うんうん、そんな人いっぱいいるよお豆腐屋さんもそうだし、うん、でもだから女友達とも最近喋ってないし、うん、旦那とも喋ってないよだって私寝てる時間なんだもん <laughs> 電話かかってきたりする。<laughs> 別ににそんななな孤独な感じはしないけどね。なですごい孤独だよじゃあ、うん、もうちょっと生活のサイクルを改めればいいじゃん。えっサイクルこの三時三時から酒飲まないでそうそうそう,そう夕方六時か七時くらいから酒飲まないです3時になったらもう酒もう三時になるの待て三時になったら飲もうと昼からはいくらなんでも昼、うん、だって言ってんだよ三時は。まだ明るいのよだからまだ明るいよそれ。午前中にジムに行って。 お風呂に入って、それで三時まで我慢するのよ、酒飲むのね。もう刺身とか買ってきてんのに。のそれが何それが何 <laughs> ちょっと近頃こっちから、今、今朝も新潟から来たの。<laughs> だから新潟のそのルーティンになってるわけ、三、うん、時ぐらいからっていうのが。そ<う>ああ ななんんでそ寝ちゃったのおかしいだろおかしい言ってるおかしい6時まで我慢すればいいんで6時まで我慢すればえ時まで我慢できないだってもう昼ぐらいから飲みたいのすごい我慢してんだから3時はもう私にとっては夕方だからいいやって決めたので7時くらいにダウンして寝ちゃうわけだそうで朝起きて孤独を感じてるわけだそうだけど大丈夫金子勝に電話するから言っ年寄りだってそんなに早く寝てないと思うよ ただ起きるのがね早い人は結構いると思うけど本田さんも結構早いんじゃないですか朝俺はね、あのーまあ、の自慢に聞こえるけど、うん、9時不<ー><ー>不良良老老人人だね俺は大体2時に寝て9時っていうのが大体ルート 2>, 2時、うん、2> もう金子先生が起きてる時間 <laughs> <laughs> 言ってましょうね金子先生ねあとで何時に起きてるかはいまあそんなんでねいろいろねそうかそれで若さもキープしなくちゃいけない大変じゃないかそれじゃあすごい大変だよねでもあのやっと顔はねもうちゃんとねあとね一ヶ月くらいうんもう分かった大丈夫でもすごくないここのシミ取れたと思わない分かったピンだよ

ちょっとあのミーハだから、うん、あどうなのかなと思ってその調べて電話したのよ。あ,そのあれは何やっぱり結構高級なちゃんとしたメガネなんでしょうね調べたらね、うん、そうなんだって <laughs>、うん、結構高級なんだって口から出,出せるような金額のものじゃないやつまであったんだけど、うんうん、それであの電話して、うん、あの。 そこに扱ってるなんか外国のなんとかってメーカーなのねそれ扱ってる日本のところに電話して「どうなってますか在庫ありますか?」って聞いたら「いやもう在庫は一切ありません」「坂本龍一モデルはもう在庫一切ありません」みんな買っただからそんなにたくさん作ってないからね。それで、あのー 入荷はどうなるんですかって聞いて次の入荷は8月ですと、うん、8月に入荷します半年,半年と今4月だから4か月,月ぐらい八、うん、月でもあのもう全部入荷したやつの,あの予,約予約は埋まってますと、うん、その全部そこはもう予約でいっぱいです、うん でその次に入学するのは確かまだちょっとわかんないけど10月ぐらいかなか <laughs> 何個ぐらい入るのだって日本のメーカーカじゃないいでしょ、ね、いや何本入るか知らないけど、うんまあ、まあ俺が思ったのは、まあ、あの俺もミーハーだけど、うん、そういうのを敏感に察知してそ、うん、れで問い合わせてで予約がそんなに取れないくらいやっぱそうなってるんだと思ってさ。 まあ大竹さんがね、うん、あんまりミーハーではない大竹さんがそう思うくらいだから、うん、きっと坂本さんの、ね、亡くなったことファンも含めて、うんね、あの眼鏡が欲しいなっていう人が多分殺到しているところはあるあ人はそういうミーハー心は忘れちゃだめだよ。な、うんでだってそうじゃん生きててつまんないじゃん。うんうん、ミーハーでワクワクしたりとかさウキウキしたりとかさ。うん、あのー 春のあいつだっけ、昨日だっけ、昨日か。はい、春のあいに、あのおたさん。気をつけ、気をつけなさいよって言われたんです。うん、それどういうことかって言ったら。あの。あのギャングで、まあ、おじいちゃんがどのこんってん、うん、それはいいと。うん、だけど、本当に老人の方に。なりかかってると。<laughs> うん、あ、大滝さんが、うん。気をつけろって言うんだよ。いや、俺は。別に。 あのそれはね、爺、うん、さんでも全然構わないじゃない？ね、うん、だからあのうお爺さんですよって言ったって別に構わないじゃないかって違うんです。そう、うん、そうじゃないんです。あのなりかかってても踏ん張らなくちゃいけないんですと。はい、あ、いいこと言うね。踏ん踏ん,ん張るっていう意味は、うん、このあの,あのまあさっきのメガネの話、まあミーハーだけど魅力的で うん、ありたいっていうふうに、うん、そこでなんかその境目にもう半分足突っ込んでますから気をつけてくださいって言われて気をつけた方がいいよ <laughs> 大竹さんだって <laughs>、うん、まだ思ってるちゃんとモテたいとかっていう気持ちある、うん、えー、どうですか青さんんで僕に聞くんですかなんで僕に聞くんですかいやそれはそれはありますよやっぱりね、うん、あるでしょう、うん、ただ ねモテたくてもねなんかこういろいろご時世もあるしねもあるじゃないですか「なんか週刊文春」が怖いなとかさまあねいやだけどまあ春の愛のそういうことも言われてなんかまあ女性関係はともかくねなんかちょっとここでやっぱちょっとふんばるみたいなのは あ,あるありかなってちょっともう俺はこのまんまこう口はててみたいな方がちょっとかっこいいなとかまあ駄目ならそれでいいやぐらい思ってたんだけどじゃあそのためにあれですか、うんうん、その坂本さんの眼鏡で少し若返ろうといやそれはいいことだとね若返るってそれとはちょっとその次元は別なんだけどあれちょっとミーハーなところが、うん、だからそのミーハーなところがね あのー、含めて、うん、その頑張ろうっていう方に作用するのかもしれませんけどもだったらボ、うん、ボロボロの、T、シャ薄いやつ、ね、<laughs> 薄いやつあれ着てるともう本当なんかそうそうそうああいうのを着てるともう「うん、ああおじいちゃんどうしたの?」とか徘徊して「徘徊中なの?」とかって聞きたくなっちゃうからあれ, <laughs> あれはやめたほうがいいんじゃないですか <laughs> い,いろいろい君も見見ててるね <laughs> 見てますよ <laughs> いやあれはあれでな ボロボロの T シャツは、ほら、着たことないあの、最後まで、めっちゃくちゃ気持ちいいんだよ、あれ。いやいや、知ってる僕、僕家では、うん、あの要するに、こう、なんていうの、肉ごちした T シャツとか、うんはい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 う、は、の、い、<laughs> 気持ちいいですよね、うん、肌にフィットしてねもうめっちゃくちゃ、あのすだれみたいな T シャツは、<laughs> もう本当に女房に捨てられたけど、<laughs> 気持ちいいんだよ。 私も家ではもうあれでもんスーパーで2枚で580円とかで売ってる、うん、でっかいパンツがすごい好きだもん<あ>ブルーマンみたいな。本当うううな、うん、そういうこと <laughs>、ね <laughs> それであいツの値段とか知りたくないんだ俺は夫にパンツが見えてるよって言われてるわけで見えてでもね昔よりは良くなった昔実家に帰る時って私手ぶらで帰ってて下着とかは買えるのも持ってかなかったからいつもうちの父親のブリーフ借りてはいてたあれ好きなんだよブリーフはく気持ちいいんだよね父親のブリーフって普通娘さんは嫌がるんじゃないの なんで洗ってあるんだからいやいや今鈴木さんはうんうんって言ったけどいや普通は嫌がるだろ嫌がるまともな神経持ってる人は嫌がる嘘嫌じゃないショートパンツに見えんじゃん言えないよ箱っていう発想がなかったないよどうですかトランクスじゃないよしましまのでっかいうん ブリーフじゃないよ、トランクスだよ。お父さんの、お父さんの、そのパンツは普通は。娘さんは履かないと思。とそう、みんなや、やってみて。まあ、やってみて、ね。気持ちいいから。まあまあ、それ履くれんなる2、二枚五百八十円なそっちにしといて。そっちにしとい、しといていく。まあ、この話は、本当は、あんまり聞きたくのない。話です。で、それは何。あの。君も。耐えようとしてるの。それとも。 年をいだなんから顔とかこういろんなの見てちょっと対応としてたし愛ちゃんの話聞くとちょっと、うん、もうちょっと頑張ろうかなってもっとわかるだってまだ私モテたいって気持ちを捨てられないもん。み、うん、みんな黙った <laughs> <laughs> みんなみんな黙黙っったたぞ2つくらいしか考えてないもん。うん 美味しいももののを誰よりも早く旬のを食べたいっい,い,たいっていうやでもあれでしょうモテたいとか分かんないけど新潟なんかに帰ると、うん、周りの,あのまあね選挙のことはあんまりねあれだけども周りにおじいちゃんたちが結構いたりするんじゃない、うん、でえみんなにはモテてるんでしょだって。 うん、そうでもなないんだよねなんか結構新潟ってさ、うん、透き通るように色が白い人ばっかりで私がピーリング始めたのも、うん、なんか <laughs> だって私だって青森出身でそうかそう青森だってなすごい東京来た時に色白で肌きれって言われたのに向こうにいると別に普通っていうかみんなより黄色いんじゃないのみたいに思ってきてそうし。うん お前だけそこまでって言うのはひどいでしょ。<laughs> まあ新潟とかね秋田とか山形とかのね日本海側ね女性が色白でっていう話はするよねあれ冬の間日が当たらないのも結構大きいのかなと思ったるけど、ね、あとはね気づいてない綺麗な人が多いからわあ、この人女優さんみたいやんって思うおばあさんとかいるのよ。だけど気づいてない。 気づいてないから。男はどうなの?。男なんか。しゅんとした男はいない。こ普通。なんでだろう?。いやだってさっきのパン屋の親父なんか、なんかしゅん。女の人なの。あ、女の人を作って。女の人が。同い年くらい。え、それ、十、え、十円で売っちゃうの?。そう。すごいね。すごいね。なんかしかも海外ですごい修行してた人らしい。へえ。 それは確かにでもお得情報だよね。うん、で室井はしょっちゅう行ってるわけ。行、うん、ってるよ。朝、もうろ、六、七時からだから。それは二百円のクロワッサンが食いたくて言っていの、それとも十円の硬いパンが食いたくて。っていのあのね、うん。丸いカンパーニュっていうの、うん、フランスパンの気圧がすっごく美味しいのよ。うんうん、それも十円なの。違う。それは高いよ。高いの。失敗しても高いの。 それ失敗したの見たたことな失敗しやつだけ10円で売って失敗したっていうかにでも俺たちには分かんないぐらいでしょ失敗したって。だってあんな問題もないじゃない。でもちょっと今それが女の人やってるって俺ちょっと驚いたね話の流れから言ったら絶対頑固な親父がね作ってそうな感じだったからそうじゃなかったんでねええと思っていろんな職人さんにも女の人もたくさん進出してるんだね。そうだねはい はい今日の、えーうん、ラインナップですまず、はい、朝日新聞のオピニオンフォーラムの記事、憲法9条は死んだというインタビュー記事なんですが、うんえー、これは小泉内閣で内閣法制局長官を務めた坂田正宏さんへのインタビューです。他国へ攻撃力を持ち、専守防衛は不変と言っている政府の見解は詭弁だと見出しにあります。うん 憲法9条は死んだというふうに岸田内閣が国家安全保障戦略を改定した後にこの坂田さんは話しておられますがそれはどういうことですかという質問に対して9条には陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないとしてきたことに圧倒的な意味があった自衛隊でも軍隊ではないというための柱が2つあったまず海外で武力行使をしない。 これは安倍内閣が推し進めた安保法制で1つ失われてしまったとでもう1つの柱は専守防衛これは生き残っていたがこの国家安全保障戦略の改定によって、えー、弾道ミサイルなどによって我が国が攻撃された場合ミサイル基地など相手国への攻撃を行う能力を 自衛隊に持たせることが決まりましたえ、うん、これによってこの2つ目の柱も失われたということなんですね、えー、国民の多くは平和国家と考えていますがとインタビュアーが申しますと諸外国の受け止めは違うと思います現に日本が攻撃的兵器を保有しだしたということは言っていることとやっていることが違うと考えるでしょう、うん、でこの坂田さんはですね 安倍元総理の回顧録の中にも登場していましてその回顧録には坂田元法制局長官は集団的自衛権の行使を容認するなら憲法を改正すべきだと言っていましたが憲法改正の方がはるかにハードルは高いで坂田さんや法の番人と呼ばれてきた内閣法制局にいた人たちをこの著書の中では批判していました。坂田さんは 安保法制の問題は、我が国が攻撃を受けていない、侵略されていないのに進んで戦争に参加することです。憲法改正のハードルが高いのはどの国も同じです。国民に必要性を説明し、説得するのは政治家として当然の責務と思いますと。 のように語っておられます。はい、ね。この記事が一本目です。ねうん、はい、ね。この人はもう内閣法制局長官だった方がこういうふうにおっしゃってるということですね。はい、はい。次は。 次次は東東京新聞からでです電、うん、電力値上げ死活問題東電の校長会で不満が相次ぎました、うん、経済産業省は昨日東京電力エナジーパートナーが6月に計画する家庭向けの規制料金値上げ認可について利用者の意見を聞く公聴会を開いたんですがえオンラインを含め募集に応じた7人がいろいろな意見を出しました。 脱原発を求める女性は柏崎刈羽原発など稼働していない原発の固定費を支える契約の費用が参入されているのはおかしい。 などと指摘しています別の男性もこの契約を解約すれば赤字を補ってもあまりあり値上げしなくても済むと迫っております、うん、こんな意見が出されている一方で、うんえー、朝日新聞の記事なんですが、うん、ドイツは脱原発試練のドイツとありまして、うんえー、ドイツでは 脱原発が完了すするとということなんですね、うん、原発のリスクを重く見るドイツは再生可能エネルギーの拡大を図る考えで一方、日本は対照的に原発の新規建設も視野に活用を模索していると対比して記事では、えー、綴っておりまして岸田政権は活用に転換ということで原発の稼働で電気料金を抑えられると。 大手電力会社は説明しております。はい、こういった記事が二本目です。うんはい、そして、三本目は、東京新聞のこちら。特報部で、新型コロナウイルス。来月、いよいよ五類に引き下げとなりますが、第九波乗り切れるかという記事です。うんえー、山梨県鶴市では、市の職員の四分の一が感染して業務に支障が出るなど、クラスターも発生しました。 感染者陽性率再拡大の兆候が出ています五類になったからといって感染力が落ちるわけではないコロナは流行が通年型なのが難しいところだと医師は話しておりますまたもう一つの問題として五類になると、うん、リアルタイムで流行を把握することが難しくなりますよね、うん、クラスターが発生するなどおかしいとなってから気づくことになり対処が遅れてしまうと えこういった懸念も書かれておりますえそして見出しだけになってしまいますが、はいうん、東京新聞の今日の一面でですね、うん、え東京新聞の、えー、情報公開請求に資源エネルギー庁が開示したという資料について書かれております、うん、原発60年超推進側が誘導エネ庁規制庁に改正条文案とありまして えー、原発の60年超運転を可能にするための法制度の見直しをめぐって経産省資源エネルギー庁が去年の8月原子力規制委員会が所管する運転期間を規定した法律の具体的な改正条文案を作成しまして規制委員会側に提示していたことが分かったというこういう記事が一面になっております。はいえー、それから東京新聞、えー、北朝鮮が ICBM 級とみられる、えー、弾道弾を発射しましたけれども当初北海道落下と予測そして J アラート揺らぐ信頼とあります、えー、統合爆量長は探知が5人であったことを否定しているんですけれども、うん、まあどこまで防衛省の探知が正確だったのかは定かではないということで公表されていないデータが多いことなども指摘しております こういったラインナップです、はい、以上ですけども、青木さん、どこが一番気になりましたか、うん、この J アラートもね、うんあのー、これ一体、なんかまあ、ばか騒ぎじゃないかっていう気も僕はするし、あご、うんはいいい揚げたいからじゃないかっていうような、ね、見方もできるし、原発の問題もちょっといろいろ話したいことはあるんですけれど、うんはい、やっぱりあの内閣法制局長官だった坂田さんのインタビュー記事ですね、朝日新聞のインタビュー記事で、はいうん、これ、やっぱり考えさせられるのはね。うんうん あの先ほど鈴木さんが読んでくださったようにその救助の空洞化っていうものです、ねうん、が救助は死んだとまでいうくらいの救助の空洞化っていうものを坂田さんは非常に憂いているおそらくこれは取材をした記者も憂いているとは思うんですけれども、うんはい、この取材した記者がね、うん、これ、駒野さんっていうんですけれどもここに書いてあるんですけれど最後にこう書いてるんですね。 敵の国土を攻撃できる9条とはなんと生まれた姿から離れたグロテスクな存在だろう、うん、たとえ大きなエネルギーや時間を要するのだとしても9条、うん、をこのまま放置すべきではないと私は考えると。うんうん まあこ,れそのこれ書かれている意味っていうのを忖度すればまあ9条がこれだけ形骸化しちゃった以上やっぱり憲法というのはこう権力のこう行使に歯止めをかけるものだからもっと現実的なところできちんと歯止めをかけるような形で9条をこれ改めるべきではないかという趣旨なのではないかと僕は思う読み取ったんですけれどもただ一方でね内閣法制局長官の坂田さんは最後の結論でこう言ってんですね憲法の立法者が目指,し目指し私たちが教わってきたあるべき姿と現状は 相当かけ離れてししままいましたと、うん、平和国家になろうとした意志と誓いを忘れてはいけません元に戻れないというのでは、うん、いつか来た道になってしまう、うん、せめて安保法制前に戻すことができないか、うん、対米的アメリカとの関係では難しいでしょうが、うん、そうした旗を掲げて歯を食いしばって取り組むことがあっていいと信じていますと、うん、これはやっぱり坂田さんの方はむしろやっぱりこの憲法9条っていう、まあ、ある種人類の理想、うんうん、まあこれ、はい 押し付け憲法とかいろいろいう人たちはいるけれどもやっぱりこの九条が掲げた人類の理想みたいなものっていうのをそうそう簡単にこのままやすやすと捨てていいのかとやっぱり歯を食いしばってこ,うこれにしがみつくっていうかね食らいつくべきじゃないかっていう意見ですよね。うん、これいうか説明がここまで変えるんだったらちゃんと国民に説明しなきゃだめだと思うんだよね。だっっててどういうういい国であるのかっていうのか とすごく関わってる。急に変わっちゃった。わけじゃん。いつの間にかうんだから。安倍政権。まあ、これは本当に。まあ、坂田さん、おっしゃる通り、うん、安倍政権下でその集団的自衛権っていうものは行使はしないんだという風うにしてきた。一つの大きな戦後の日本の。 憲法9条に基づく、うん、まあ実態としてはもう世界第8位、うん、9位くらいの軍事力、うん、まあ日本の場合は軍事ではないということにはなってるんだけれども、うん、軍事力を持っているっていう意味で言うと、うん、もう相当けん化してたんだけれどもでも2つの結果1つは集団的自衛権を行使しない1つは少なくても敵基地を直接攻撃するような武器体系は持たない。うんうんうん 安倍政権下でその前段が崩れ岸田政権で後段も崩れたとしかもさほど国民的議論もなくだから安倍政権の時は国会前にデモが押し寄せましたけれども岸田政権になってからはそれすらもなくずるずるとこういうふうに歯止めが両方とも外れたという状況を我々9条というものを持っている国の国民として市民としてどう捉えるかというのはこの今日のインタビューは非常に重い。 インタビューだったたなと僕は読みましたけどねおかしいでしょだっていくら、うん、その政権与党の人だからって言って、うん、国民にさちゃんと説明もなく国どういう国であるかっていうのを変えちゃったらまずいわけでしょ。 まあ、とも言えるし、うん、その憲法というものが、まあ、安全保障法制の時に散々議論されたけれども、うん、これはこ国民をも,もちろん縛るものではなくて権力の行使者の側をこれだけはしないでくださいっていうふうに、うん、あるいはこうしてくださいっていう縛るものだということを考えれば。うんうん その権力の行使者の側がその憲法を事実上をこう無視したというか骨抜きにしたということっていうのはまあ,ある種憲法破壊行為でもあるわけでしかし結果として憲法9条が空洞化したまあ坂田さんに言わせれば死んだっていうような状況になっている中我々こうどう向き合うのかと坂田さんおっしゃるように。 せめて安保法制前に戻せないかっていうようなことで、うん、こうあのー、歯を食いしばって取り組むべきなのか、うん、あるいはこれ現状に合わせてきちんとした形であの権力の歯止めの憲法を作り直すのか、うん、っていう議論が必要ど。どっちが秋はどっちが正しい、うん。僕はどっちかといえば佐川さんでおそらく近いと思いますよ、ねうん。私もそうだ、ね。うん、あの内閣法制局長官でいらしたわけで、うん、内閣法制局 っていうところが、うん、あの結構力を持っててこれ法律にするんですけどもこその前手続きとか問題はありませんかっていうのを内閣法制局に問うて、はいうん、で大丈夫ですよって言ってから出てくるわけでしょそれはある種の歯止めにもなるし、はい、ある種ここがこう倫理の要みたいな。 場所にいいるっていうのが内閣法制局だよねそこの方っていうのがこの方が1943年生まれの東京大学の法学部を出て、うん、財務省に勤めて、うん、小泉内閣で内閣法制局長官を務めて弁護士でいらっしゃると、はいはい、ここの役目はこう何人いるかわしゃ知らんけど、うん、とっても大事でそれは時の権力にも左右されない、ね、ものを 持ってななくちゃいけないけと、うんね、あそれがだから時の政権の、あのー、意見をこうあまりに忖度したりしないようにしようっていうのがもともと内閣法制局っていうとこじゃないですか。 まあただ、厳密に言えば内閣法制局も行政権の一翼であり、法制局長の人事というのは、人事権というのは、この行政府のトップである首相が持ってるんだけれども、ただ、大竹さんがおっしゃるように、これまでの政府の,その法解釈、あるいは、 その憲法解釈っていうものの一貫性っていうものを担保するためにその各まあ大きなメインの役所からいくつか法制局に行ってその中で出征しながら法制局の長官に最後になるんですけれどもそれに関しては比較的順送りで決まってきたと。ところが安倍さんの安保法制の時には。 その法制局がその政府解釈を変えないのでということで法制局長官の首をすげ替えて自分の都合のいい法制局長官にして安保法制つまり集団的自衛権行使に行使容認に道を開く閣議決定をしたということなわけですよねつまりこれまでの政権はそこまではしなかったで、も安倍政権はしたことによって結果的に これまでの憲法解釈っていうものは、うん、大きく変更されたっていうことなわけですから、うんうん、まあ、はい、その内閣法制局長官が言ってることは重いけれども。 我々そのそういう政権の振る舞いですよね、うん、っていうものの適切性、うん、えその法制局長官っていうところにまで手突っ込んで変えて、であの解釈を変更するっていうことが果たして良かったのかっていうことは野ば、うんうん、でしょう。やばんですよもちろん。いずれにしてもこう今までこう選手防衛はっていうのこの国の抑止力の要になってたと、それが選手防衛まあこ,これからも あのね戦わないであろうという元に、敵基地攻撃能力まで範囲を広げたっていう解釈だよね、解釈としては、うんうん、ね今までの解釈の幅を広げた、ただこの幅を広げたことが、本当にねあの抑止力になるのか、な,なるのかかえー、って疑問が多いっていうことと、今まで。 この専守防衛がどれだけこの国の力になってきたかっていうのと専守防衛だからこそ余計に外交とか、うん、経済のこのよその国の付き合い方とかよっぽど考えて付きあっていかなくちゃだめだってことになっちゃうよね、ね本当はそっちの方の外交とかいろんな意味での力を発揮してほしいよね。うん、さあ今日も始めましょう